インフォーバーには、KDDI および沖縄セルラー電話の AU ブランドで発表された、携帯電話である、デザインは前身である初代、インフォーバーに引き続き深沢直人、端末型番は w 5 5 s a 設計、製造はこちらも引き続き鳥取山陽電機がいった、AU デザインプロジェクト第7弾で最後のモデルとなった。 シルバー正面から2006年10月31日に新たなコンセプトモデルとして発表され、KDDI ディザイニングスタジオにて11月16日までの期間限定で展示された。口の中で溶けかけた飴をイメージした丸みを帯びたデザインで、ニシキゴアンニの2種類のほか、新たに3種類のカラーバリエーションがあった。なお、製品版は色、ニシキシルバー、緑、 ウォームグレーの4色である。2007年9月26日に KDDI より11月下旬以降に発売されると発表された。CDMHXWIN 対応端末では5年目にして初のストレート端末である、全身であるインフォーバーでは外部に出ていたアンテナは本機では内蔵された。ワンセグのアンテナは au 発の内蔵型で、本機以外のワンセグ受信用内蔵アンテナを搭載した u、u ーケ W53H などの端末と同様に、基本的に強電解エリアでの使用が前提となっている。加えて、弱電解エリア対策のためイヤホンマイク用、平型端子に外部アンテナを接続することも可能。ちなみに、d o ップ端末全シリーズ中では唯一、 N800MHz 帯エリアに対応している。2007年秋冬モデルでは、すでに CDMA1XWIN の上位規格にあたる e v d o r e v a に対応する W54SA、W54S、W56T の3機種のベースバンドチップに、米国クアルコム社製の最新チップセット MSM7500 を採用すると発表されているが、 この機種には従来のチップセット MSM6550 が採用されているため EV Do-Rev-A には対応していない。他2008年8月22日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。ミクシーの日記にインフォーバーに生産工場の関係者と名乗るものにより企業秘密漏えいします。携帯は 機械ではなく、人間様の手で作られているため、かーんなり適当です。眠たい時とかそのまま流すよ。くしゃみをよくするから、鼻水やら、唾液ついとるよ。イヤホンとマイケロスリのとこのビスが浮いてたから閉めてたら、割れちゃったけどそのまま流しちゃった。カメラ内のけゴミ、携帯振ったら消えたから流しちゃったとの書き込みがなされ、ネット掲示板等では大となった。なお、 当該記事は、ユーザー ID ごと削除された。採用及び KDDI は、アルバイト作業員の書き込みは、事実無根の冗談だったことを確認したとしており、商品の信頼性については、問題ないとコメントしていた。ありがとうございます。